横浜市の京急電鉄の高架下に新たな商業施設がオープンし、ハワイ発祥のマリンスポーツが楽しめるようになります。京急電鉄は横浜の日の出町駅から小金町駅にかけての高架下のスペースを使った新たな商業施設を28日にオープンさせます。駅から歩いて4分の高架下です。最近人気のある水上スポーツがあちらで楽しめるということなんです。施設にはシャワーや更衣室が完備され、目の前の大岡川でボードに立ちながらパドルで漕いで進むサップというマリンスポーツが楽しめます。また簡易宿泊施設を設置してホテルとして運営するほか、会議にも活用できるカフェラウンジも併設するということです。